はい、今ね、キリグルミをライちゃんに与えてるんですが、あれ、ちょっと待って、さっきまでキリキリしてたのに、無理、キリキリして、くれてる。キリグルミってなんでキリキリするんですかね。これと同じような形状の、三毛猫のおもちゃ、あれはね、まあやるっちゃやるんですけど、自分からはそんなにしないっていうか、あのおもちゃをこうライスに手で持って与えるとね、ケリケリするんですよ。でもこのケリぐるみはね、与えた途端にすごいケリケリしてたんですよね。なんなんでしょう。あれ、もう飽きちゃったの、ちょっとケリケリしてケリケリ、あ、違う、なんかケリケリしたい成分でも入ってるんですかね、これ噛んで噛んで、なんで持ってくるのほら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 、超ケリケリしてる。なんでこんなにケリケリするんだろうな。まあストレス解消になってすごくいいんですけど、ちょっと不思議ですね。形状がやっぱりそういうケリケリしたいような形状になって、痛いってなってるんですかね。お前ケリグルミより足かよ。ケリグルミより生足か、お前。いやらしいやつね。キリグルミ安いんですけど結構反応がいいですね。600円ぐらいだったかな、確か。これね、意外と地元ではちょっと売ってなくて、ほいで結局あんま取ったんですけど、痛い、こっちがいいの。どうぞ、それはあげる。これだけ食いつきになったら、もっと地元のスーパーとかでも、スーパーじゃねえや、あのホームセンターとかでも置いててくれればいいんですけどね。なんで置いてないんだろうな。うん、まあ結構いいですね、これ。味です、この反応を見る限り。うん、お気に入りになりそうな感じだから、なんでこっち持ってくるの。そっちで遊んでればいいもの。うぅ、ha ha ha.